はい、たくまです。今日はコラボということでこの方に来ていただきました。自己紹介お願いします。はい、四角スクエアの紀藤と言います。もともとですね弁護士をやってたんですけれども、はい、まあ、その後あの投資の仕事をやって四角スクエアというですねオンラインで司法試験とか、まあ、難しい法律系の資格の試験を学習するというサービスを運営しています。で今は YouTube でも動画出されてるんですよね。そうですね、四角スクエアチャンネルということでですね、うん、まあ、こうチョップを、ね、繰り出しまくってね、はい、紀藤チョップ出たみたいなのね、まあ、言われたりしながら、はい、あのやってますね。なかなかこう強めにいってらっしゃるそうですね、もうみじん切りできるぐらいみじん切りできるぐらいでやってますけど。で紀藤さんは経歴もすごくてですね、まあ、そうですね、まあ、改正に中学から入りまして。あ、中学から改正。そうなんですよ。とんでもないエリートですね。もういやいや、もうあの受験勉強のなんかもう決まりきったロードを来た感じなんですけど。いや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 で改正中高と来てそうですね、まあ、あの東大に入りましてですね、はい、法学部に入って。いやいや、さらっと言いましたけど東大法学部。そうですね、はい、でその後あの慶応のロースクールに行ってですね、はいはい、でロースクールに行ってる時にあの当時やってた旧司法試験っていう、まあ、ちょっと今と違う制度があるんですけど、まあ、司法試験に受かりまして、であの弁護士になったという感じですかね。これ旧の司法試験って相当難しかったんですよね。ぶっちゃけ相当難しいです。当時まあ4万5000人受けてて、はい、まあ、3% の合格率なんで、まあ、1500人ぐらいしか受からないんで。すごい。そうですね、結構難しかったですね。ということで今日は、うんうん、その司法試験についてちょっとお話聞いていきたいなと。ぜひ、まあ、見てる方で大学生の方も多くてですね。おー、なるほど。まあ、これからちょっと気にはなってたけど、まあ、難しいんじゃないかなとかって思ってる方に向けてということで、うんうん、まず司法試験っていうと簡単に言うとどんな試験なんですか？法律の実務家になるための素養があるかどうかを見る試験ですね。弁護士、検察官、裁判官、法曹三者っていうんですけれども、そういう法曹三者になるため の、 その登竜門の試験ですね、うんうん、内容はどんな試験なんですか？内容はですね、まあ、担当式っていう、まあ、センター試験みたいな選択式のやつと、はい、論文の試験というのがありましてですね、タックマンは、殺意を持って四角スクエアの紀藤のことを刺そうとしたが、紀藤が意外とタフだったので、刺せず、はい、逆に紀藤に殴りかかられたので殴られてしまったみたいな、はあはあ、だいぶ面白い内容ですねそう聞くと。あの実際の問題はこれの多分3倍ぐらい複雑なんですよ、ね、なるほど。この時のタックマンの罪と紀藤の罪と論ぜよみたいなね。はあ、なるほど。はい、僕のイメージで、うん、あの六法全書あるじゃないですか、はい、あれをもう片っ端から覚えなきゃいけないみたいな勝手なイメージがあるんですけど、そういうわけではないんですか？そうですね、それよく言われるんですけれども、あの、ね、全然そんなことないですね。あの六法全書っていうのはですね、はい、あの全部の法律が書いてあるんですけれども、司法試験に問われる法律っていうのは7とか8ぐらいなんですよ。ほうほう。なので、まあ、あくまで法律っていうものを使いこなせますかどうですかみたいなところを見られただけなので、その2000個ぐらい法律ってあるんですけど、それを全部覚えてるとか把握してる人は全然なくて、7、8の限られた法律についてしっかりと内容を理解し使いこなせるということが必要です。なので試験の時にはその6法を持ち込めるんですね。え、そうなんですか？持ち込みからなんですよ。え、じゃあ満点取れそうって思うじゃないですか。安直すぎます。ですよね。あの世界史の山川の教科書を持ち込んで世界史のセンター試験受けるみたいなもんじゃないですか。いやいや、余裕じゃないですか。余裕じゃないですか。ふざけんなと。はい、司法試験大したことねえじゃないかと思いました。思うじゃないですか、はい。でもね、法律にやっぱ書いてないことがいっぱいあるわけですよ。ほうほう。法律の条文っていうのは、まあ、限られたその日本語で書いてあるわけなので、こんなこと起きると思ってなかったよみたいなね。ことがあるわけですよ。例えばもう皆さんがね知ってる例で言うとビットコインとかありますよね、はいはい、仮想通貨とかね、うん、あれって、まあ、最近ちょっと法律ができそうになってるんですけれども、法律なかったわけですよ。法律のどこにも仮想通貨なんて書いてないわけですよ。ブロックチェーンの部の字も書いてないわけですよ、うん、ところがね、そんなものができちゃったもんだから、じゃあこれって法律的にどうすんのみたいなのって条文には書いてないわけですよ。あ、だからこの条文を使いこなして、この仮想通貨のビットコインこれに当たると思いますみたいなこと言わなきゃいけないわけですね。はー、あ、そう聞くと一気に点取れないような気がしてきましたね。難しい。ってことはそこそこその基礎力は当然あった上で、うん、知識とかあった上で考える力とか応用する力っていうのが特にその論文試験は必要だっていうことですね、うん、おっしゃる通りですね。もうそう、おっしゃる通りです。どういうアプローチで勉強されたんですか？いや、あのですね、まあ、大学受験も当然暗記の部分多いんですけれども、まあ、司法試験も当然暗記の部分はありますと。ただあの量が結構膨大なんですね。私がどっちも経験した感覚で言うと、はい、司法試験の試験範囲大体3倍ぐらいなんですよ、大学受験の。いや、3倍。そうですね。いや、きつい。なので果てしなく広いんですね、はい、うん、あの民法って条文だけで1000以上あるんですよ。1000以上。そうなんですよ。でその条文に紐づく判例っていうのは無数にあるんで、
それをね、うん、全部覚えようと思ってたらもうキリがないわけですよ。はいはい。なのでどこが重要なのかということを過去問をもとに把握するというのが重要なんですね。条文自体は1000以上あるんですけど、実は試験に出る条文っていうのは100ぐらいなんですよ、大体。はいはい。ざっくり言うとね。なのでじゃあどの100が出るんだっていうのを把握するためには過去にどんな問題が出たのかというのをしっかりと理解し把握しておくこと、そしてそこの部分を重点的にね記憶しておくことというのが重要なんですね。じゃあある程度こう山を張るじゃないけど、いやいいこと言う、分かってくるってことですか、そこが。そうですね、私の最初の著書の名前ですよそれ。え、もう頭の良さとは山を張る技術のことであるっていう名前、あの名前の本を私出してるんですよ、もう絶版になってますよね。あ、そうですか。あ、いい告知ができちゃいました、はいはい、告知しても買えないんですよ、絶版だから。Amazon でぜひ中古を買っていただきたいんですよ。やっぱね、それぐらい過去問をもとにその出る問題っていうのを自分なりにしっかりと分析するっていうのが必要だというのがあります。ってことは勉強始めようってなった時に最初にもう過去問を見ちゃっていいんですか。過去問を見ちゃってどこが必要かを知ってから勉強に入る。おっしゃる通りです。は、最初は過去問解けないんですけど、私が言ってるのは読めと言ってるんですね、はい、過去問を読み、うんうん、どういう問題が出るのかは把握しろということなんですよ。はあ、じゃあ分からなくてもいいからとりあえず知ると、うん、そういうことですね。へでね、もう我々はね、もうやっぱ受験生の味方になりたいなと思ったので、はい、もうね、過去問を読んで知るという作業をAI に任せるということでですね、はい、過去問を、まあ、今流行りのそのディープラーニングっていうね人工知能技術があるんですけれども、うんうん、AI にかけまして今年の問題をもう予測しちゃいますと、はい、すごい、そんなことできるんですか。これが出そうだよという話をですね、はい、AI に予測してもらい、過去問じゃなくて未来問っていう名前のねシステムを開発してまして、はい、これがですね、あの司法試験じゃなくて宅建っていう試験なんですけれども、2018年に宅建という試験でやりまして、はい、なんと 78% すごい的中しましてですね、はい、宅建の合格点って7割ぐらいなんで、はい、あれ受かっちゃうじゃんみたいなね。すげえ。ちゃんと過去問から出題傾向を分析し自分のやる分野を絞ると、うん、逆に言うと捨てるってことですね。やらないところは捨てるという勇気、はい、ここがね非常に受験勉強において重要になります。おー、わ、いいこと聞けました。で今回、うん、もうそろそろ司法試験がちょっと変わるかもしれないっていう、あ、そうですね、ことも聞きまして、はい、実はですね2019年2020年というのは節目でして、あの法学部にですね放送コースというのができまして、はい、ちょっと試験、司法試験の受験資格が変わるんですね。これまでは司法試験を受けるためには法科大学院という大学院を卒業するか、うん、予備試験という、まあ、試験を受かるかどっちかがないとそもそも司法試験を受けられなかったんですけれども、ほうほうほう、はい、まずこの司法試験をロースクール法科大学院を卒業しなくても受けられるようになるんですね。いる間に受けられるようになるんですよ。あ、そうなんですか。これ大きな変更ですね、はい、でさらにその法科大学に行くためには学部を4年間で卒業しなきゃいけなかったんですが3年間で卒業できるっていう制度が大幅に拡充されるんですね。大学3年間行って2年間法科大学院行ってこれ卒業したらもうこの2年間の間に試験受けて受かってるんで、そうするとこっからすぐにその司法修習って研修が始まるんですよ。もともとね8年ぐらいかかってたんですよ、あの、はい、弁護士になるので、ね、それが6年ぐらいに縮まるんで一気に縮まるんですよね。すごいことですね。でその門戸がすごい開けるので、うん、今ね転換期なんですよね。おだから結構ね司法試験っていうと、まあ、私が受けた試験の、ね、時のイメージが強いんですよね。すげえ難しい試験で、うんうん、まあ、3% しか受かんなくてみたいなね、はい、あります。で親の方は大体そういうイメージを持ってるんですけど、今その大きな制度の変革に入ってるんでですね、まあ、もし弁護士興味あるな、放送興味あるなっていう方がいたらね、今めちゃくちゃチャンスです、ね、おー、はい、これ皆さん、これ見た人みんな受けちゃうかもしれませんね。そうですね、今もちょっと一つチャンスの時期に来てると、はい、そうですね、今高校生の方そして大学生の方は非常に大きなチャンスが訪れてますので、はい、ぜひね法律に興味があるというんであれば、ね、うん、一度はあの放送を目指していただきたいというふうに思います、うん、あの最後にですね、はい、この後またあの TOEIC に関する動画も別で出そうと思うんですね、はい、紀藤さんのお話を聞いて、でそこで TOEIC これから受ける大学生にコツ、 TOEIC が50点アップする8つの秘訣っていうのでまとめていただいたんですよね、はい、そうなんですよ、はい、これね僕読んだんですけど、うん、はい、すごい、本当ですか、これが全てっていうぐらいうまくまとまってるのがあるので嬉しいな。これ実はプレゼントしてくださるんですね。そうなんですよ、はい、タックマンのチャンネルからね四角スクエアのチャンネルに来ていただきまして、はい、まあ、どっかの動画にねタックマンから来ましたというふうに宣言していただいたらですね、うん、はい、うちの運営の方からですね
TOEIC が50点アップする秘訣という8つの秘訣ですね、これは8個にまとめましたから。これはすごいですよ。概要欄に四角スクエアさんのチャンネルのリンク貼っておきますから、そこから飛んでいただいて、はい、で登録してコメントと。そうですね、ぜひ TOEIC の点数上げたいとか、未来もんのこと知りたいみたいな方はぜひ行っていただければなと思いますよ。はい、そして次回は TOEIC900 点取った秘訣というのをね、はい、動画でもお話しいただきますので、ぜひ見てください。はい、よろしくお願いします。それではバイバイ。明日へ伸ばす